24時間ダラダラ配信、私フシダラチャンネルやっているフシダラと申します。さあ、ポケットモンスターバイオレットの方にですね、最強月光河が来たということで、今回の主役はこのマサオちゃんで最強月光河攻略できるのかなということで、初見で挑んでいきたいと思います。さあ、ちなみに、構成というかね、強さ一応見ましょうか。まあ普通に交換したね、親がチェミのヌオですね。まあ貯水があるんでいけるかなと。ただアシストパワー、シャワーズだったりノココッチのようなアシストパワー、ヤドランとかですね、というのはないので、これもなんとか呪いをガン積みして、ジダンダと、さらに、持ち物メトロノームで、火力を上げて頑張っていこうかなという構成でございます。まあアクアブレイクでね、攻撃下げたりとか、まあド忘れで特殊攻撃防いだりとかも、まあ考えていこうとは思っているんですが、まあいけるのかどうかちょっとね試してみたいと思います。振り方はこちらですね。AB ぶっぱでいっております。一応月光が特防よりも特防御の方が一応低いということでね、結構足っぱとかでぶん殴る方が多いと思うんですが、ちょっとここはね物理でいってみようかなと思います。さあ、ヌオちゃんいくよ。さあ、いってみましょう。さあ、ソロですね。一人で挑戦。さあ、初戦というか初戦です。もう本当に全然触れてないんですけれども、まあ最初にいてつく波動を使ってくるそこまでちょっとどうするかって感じなんですが、まあ余計な火ダメ減らしたいんで、まあド忘れから積んでいきましょうか。まあ消されるイメージではいますけれども、影分身ね、一応この影分身用にジダンダにしております。さあ、ドッグビッシー。さあ、まあここをまあド忘れにしましょうか。ドロポンは貯水で向こうと。まあこれはシャワーズとかと同様ですね。あと確か霊美があったって言ってはいるんですが、まあここもジダンダで殴っちゃいましょうか。赤ブレイクでもいいですけどね。レビー、まあこれ全然入らないんで、まあ全然入らなかったらジダンダ行きましょうか。あ、そういえば技増やしてないしまったかもしれんな。筋切り、まあまあまあこの辺はね。はい、ステータス変化をかき消していくと。で、まあこの辺でまあ呪い積んでいきましょうか。いける？まあ一回死ぬっていうのもあるかもしれませんけどね。筋切り、まあ急所があるんですけれども、実は貯水と回復できるっていうのがいいですね。これ呪い2積み、6積みまでいけるかな。はい、シールド張ってくる。こっからですよ。足パと違ってきつくなるのはここから。さあ呪い3積み、まあ、特殊もいらないっちゃいらない気しますけどね。レビー、うん、この氷が痛い、氷は痛いのよ。くっそ、
氷は痛いぜ。まあちょっとワースレも入れましょうか。いや氷は痛い。あ、溶けた。オッケーオッケーオッケー。あぶね、あぶね。まあこれにちょっと回復も入れたいですけどね。ここはまだ耐える。この辺で一応回復があるんで使っていきましょうか。さあ一応4積みかな。まあ癒しのエル入れましょう。そろそろ動かないと厳しくなりそうなんで。まあハイドロポンプを縛るっていうのもありだと思うんですけれども、さあもうそろそろ、いやでも積まないときついよな多分。積みましょうか。さあ釣り切り、この辺は食らわないんですが、これあれっすね、アクアブレイクいらないな。アンコールでいいかもしれない。レービーダストとかがあるらしいんで、ドロポン固定しちゃった方がいいかもしれないですね。さあこの辺でちょっとジダンダ行ってみましょうか。オッケーオッケー。どんな入るこれ。あーきついか。影分身外せば、外せばジダンダの火力が上がる。さらにメトロノームなんでっていう計算で、お当たってくる。これメトロノームですね。急所か。さあこれは間に合うんでしょうか。まあ地面テラスっていうのもあるんですけど、あのね霊力が抜群になっちゃうんで、てか当てますね当てますね、うちのマサオちゃん。ラスト、これは多分そこまで入らないと思うんだが、6だったら痛いか。オッケー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 。これは間に合わんか。地面照らすのがいいかもね。今ないのよ地面テラスが。オッケー、ここを割ってく。なんかシンプルに地団打じゃなくて地震の方がいいかもしんねえ。あでもいけそうっすね。さあ影分身、これあの外しても地団打の火力が上がるんで、これいけそうですね。ラストは耐えると思うけど、毒がやっけか。これいけますね。さあ毒を浴びていく。さあこれ地団打外すんですが、次に火力が上がるんで、あーでも死んじゃった。そっか毒で死んじゃった。ガン積みしたのがくっそいけそうだったのに、いけそうだったのに次の一発でくっそマジかよ。これはもう間に合わないか。いやいけそうだったのにな。あいけいけどんどん入れるのも忘れてましたね。そういえば、そういえばいけいけどんどんも忘れていた。うわ間に合わないか時間。でもいけそうな雰囲気ありますね。あ OK です OK です、全然 OK です。コリトンでも可愛いな、思ったより。こんな可愛かったこいつ。いや。ヌオーも可愛い。よし、こんなもんか。さあ、積み切りました。時間はかかったが。
でこれちょっと癒しのエール入れます。癒しのエールからの、いや時間がきついか。ここでみんなの毒を消せれば、ギリギリ。さあ一撃どんどん撃てなかったが、ここから地ダンダの連発。さあ間に合うか。結局だから影分身にこの地ダンダがいいんじゃねえかという想定で来たんですが、さあ仲間がボッコボコやられていく。地ダンダ外しね、この外しのあと倍なん でメトロノームでも火力が上がってる。これがシールド剥がすまでいかないか。影分身、いやこれなんとか間に合うと思うんだが、地ダンダ外しだけれども、この後が火力が倍。 OKOK、 なんならシールド剥がれたんじゃない。めっちゃ外してるけど、まずいか、間に合い、うわ毒入った、間に合い間に合い、いや撃つしかない。地ダンダ外し、ハイドロポンプ撃ってきて、あー辻切りだ、まずい、うわめっちゃ4連発ぐらいで外したんじゃない。うわーここのマジかよ。メトロノームより弾の方が良かった説あるよ。これ一発動けない、一発動けりゃ持ってけるか、頼む一回動け、一回動けば外すよいけそうだったのに今動いてくれりゃーなー。いやこれもう終わりか、動けない多分ね。お、いけたか、うぅ足りねー足りねーマジかここまで来たのに、ぐわー惜しい。さあ行きましょう。ちょっと運もあるよなっていうのは感じてますね。やっぱ影分身一積みで結構厳しくなってるね。この一積みでね、一段階アップだよね。不運じゃないもんね、小さくなるではないんだか。さあ想定アクアブレイク、この最初に剥がされるまでにアクアブレイク3発入れときたいんだよね。もうで防御ガンとかも引いていきたいが、うんまあ外すが、まあ、麻痺入れてるっていうのもあるし、
ドロポンありがたい、ドロポンありがたい。もっとハイドロポンプ打ってくれてもいいよな。もううわ外すんだよな。オッケーオッケー、ようやくしびれ引いてくれるんだったらまだ。オッケーオッケー、ステータセンターの吐き消した。これね一応赤ブレイク一発打っときます。外すんだよなマジで。一積みでこんな外す、マジできついな。ようやくよ、これでたまれたまるよね。でドロポン打ってきてくれた、ありがたい。ここマックス回復ありがたい。でここテラス切ってドワスレ積みます。まあダストシュートのために呪い先っていうのもあるんですけど、まあ一応霊美結構来るなっていうイメージもあるんで、先に1回だけド忘れ入れて、まあ一発積んどけばなんとかなるんで多分。うん、これは正解だね。オッケー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 。で隠密マントで交流はないと。でここシールド貼ってくる。こっからあのシールドのラインぐらいまで呪い積みたいっす。シールドのラインぐらいまで最強ウーのウーぐらいですね。ウーぐらいまでなんとか呪いを積んで、で呪いを積めば地面タイプ今消えてるんですけど、ラストシュートもほぼほぼ大丈夫になってくるんですよ。 OK OK OK、 これドワスル積んだの効いてますね。さあ呪いネズミ、呪い三ズミ。いやさっきみたいに麻痺入れてくれんの助かるんだけどな。ノコこっちヘビニラビン、呪い三。 OK、 めちゃくちゃいい展開、今回いい展開よ。呪い4積み、いやこれも出すともそこまで入らないと思う。オッケーオッケー、呪い4、もう一回もう一回前待っときたいな。舞うというのか分かんないけど、もう一回待っておいて、5回待って、6積み行くか、6積み行こう。呪い6積み、 OK。 数字は急所がある。呪い6、いけいけどんどんも入れたい、いけいけ。であと追加効果引かなければ、よしこっからよ、こっから一応隠密マントで防いでるんで、時間だねんだもいいんだが、回避上げてきてた。まあ、アクアブレイクいきます。アクアブレイクで よしこれでシールドは削れるはず。オッケーオッケー、いいぞ。もっぱつ当てれば、もっぱつ当てればいける。お願い当たってくれ、数字。よしよし、もう回復は、よし当てた、これはいける。シールド砕く、よし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 。でここからはまあ赤ブレイクでもいいか、ジダンダ入れてるけど、これ赤ブレイクを外したらこの次のターンにジダンダ打てば
で、この地団打も外れるようだったら連発で打っていけばいいし。よし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 。あー外すんだよな、このラストに。頼む、2発ぐらいは多分当てなきゃいけないから。よし地団打、よし、あと一発。耐える耐える。地団打外すなら2回目、次が当たれば、当たりさえすれば、当たりさえすれば。一発挟んどく。よし、これいったんじゃない。やったー、やったー、いきました。なんとヌオーことマサオで最強月光が撃破、捕まえる。僕ちょっと最近あのヒールボールにハマってるので、ヒールボールで捕まえます。珍しいですよヒールボール。やったぜ。いや苦労した。まあ運も絡んできますが、一応ヌオーでもいけると。さあやった、月光が捕まえた。よし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 。あ、技マシーンもゲットしますね。実は特製パッチありがてー。テラピ毒、これ変幻自在なんだよね多分。やったぜ。さあ毒なんだね。ダストハイドロポンプレイビッツ、一緒ですね。変幻自在、特防よりね防御の方が低いんでっていうことで、今日物理タイプのヌオーを使ったんですけれども、さあ最終的な構成はこちらです。ディダンダアクアブレイク呪いド忘れと。まあまあまあ、これで見れるか。まあ一応アクアブレイクで防御下げることがあるっていうのも込みで、だから所定でアクアブレイク3発って水テラス使ってっていうイメージですね。それであのシールドを削りに行くと。でまあ地面タイプは消えるんですけれども、呪いガン積みするんで、そうすればねダストシュートも怖くなくなるし、まあ霊火はド忘れを1回詰めばもうほぼほぼ完封できるようになるんで、あとはねこの影分身使ってくるんで、それがそれでこう、このアクアブレイクとか地団打外したら、次のターンに倍で当たる地団打を採用して、攻略していったという形ですな。特性は貯水で、AB ブッパ残り H っていう感じですね。性格は、イジッパリミート使っておりますということで、なんとかこの、マサオで最高月光が攻略できたということでね、よろしければねコメント欄で僕はこんな構成でいったよとか、そういうのね教えていただけるとありがたいと思っております。まあシャワーズというかアシストパワーが使える系がやっぱいいっぽいですね。今回僕は呪いガン済みでアクアブレイクと地団打でいきましたけどね、アシッパがあればまあ相手が毒なんでね抜群も取れますし、まあ積んでっていう感じですね。さあということでご視聴ありがとうございました。ポケモン、そして漫画原作ゲーム、デッドバイデイライト関連のゲームなんかやっていってるゲームチャンネルですのでね、他の動画でもダラダラしていってね、ということでありがとうございました。またお会いしましょう。バイバーイ。ヌオちゃんでもやれるよ。じゃあねー。